でもこの前僕エレベーターでサッカーボール持ってたんですね。その時に多分ポルトガルの親子で子供あのお父さんと2歳か3歳ぐらいの子供が男の子が乗ってきたんですね。そしたらボール僕持ってたらお父さんが子供におじいちゃんからボールをパスしてもらいなさいって言ったんですよ。ポルトガル語でやっぱおじいさんに見えるのかなって思ってちょっとまあショックとなんとなく年齢を自分が実感したというかそういう出来事がありました。はい。毎年聞くあの服のテーマを聞いてくんないとこれはしまんないんだからね。ちょっと色が分かりにくいと思うけど説明していいですか。まずあの濃いグリーンですね。これね、濃いグリーン、濃いグリーンのスーツですね。で中が赤のシャツですね、ストライプのシャツで。もう分かりますか。分かりました。教えてください。ポルトガルの国旗ですね。国旗の色ですね。濃いグリーンに赤です。今年はポルトガル国旗を意識してやりましたと。よろしくお願いします。まああまりね、あの変化は本当にないんですけど、まあ、毎年こうやって祝ってもらうごとに、やはり今年も、56歳でまたプレーができるんだなと、またピッチに立つために頑張んなきゃいけないなということをこうやってこう皆さんとこう誕生日を迎えるたびにやっぱ、ピッチに立つ思いというかね、そういうものは強くなるかなと思います。基本的に、午前中練習で、まあ、午後はだいたい休息を含め、自分の治療の方にほとんど使ってます。で週に1回は必ず2部練があるんで、2部練というのも午後はあの筋トレとかそういうのがチームとして、やりますんで、週に1回午前後があるぐらいで、あと週末の試合に向けて、ほぼ日本と同じようなスケジューリングで、時間が過ぎてると思います。あので試合があった次の日は、ダウンではなくそのまま、休みになって、まあ、そこは、自分自身もちゃんと休んでますし、立ち上げると、そんな感じですかね。はい、特に日本もそうですけど、ブラジルもそうでしたけど、シーズン中の過ごし方というかね、時間割というか、そういうものはほとんど、変わらないと思います。まあ、あっという間に時間が過ぎてしまって、治療もほとんど毎日体のケアを必ずやってますんで、もうほとんどその時間でもう午後なんかはそれでほとんど終わってしまうんですけど、まあ、リラックスするのは、まあ、近くに本当にこっちはねカフェ文化がすごくあるんでね、近くのバールに行って、カフェするっていう習慣もありますし、そこで知り合ったそのバールのおばちゃんおじちゃんなんかともよく話してますし、そういう時間も本当に楽しいですし、言葉がねやっぱり分かるんで、その辺はすごいアドバンテージで、そういうところに行ってもそのいろんなやっぱサッカーのことには詳しいし、自分が新聞なんかに出るとそれを喜んでくれて僕に見せてくれたりしてね、で自分の息子さんなんかを連れてきてサッカーやってるのよって紹介してくれたりとかね、そういうこともありますし、あなたのユニフォームサイン付きで欲しいんだけどって言ってくるおばちゃんなんかもいたりしてね、そういう意味では町の人とも、仲良くなれて、とてもそういう部分でもこう、まあ、馴染んでるかなと思ってます。あとはまあ日本では滅多にないような
まあ、僕はあのホテルで暮らしてるんですけど、2日に1回ぐらいコインランドリーなんかに行ってね、洗濯もしてるんでね、その洗濯の時間がこんなに長くかかるんだなっていうふうにね、それも含めてもう1日があっという間ですね、はい、そうですね、ワクワク感はありますし、でもやっぱりその実際自分が練習に参加して、やはり、個々の能力というものがすごくやっぱ高いですし、フィジカル的にも強いし、激しいし、強いし、そういう意味で練習の一つ一つのインテンシティも高いんで、やっぱかなり大変だなっていうふうに実感してます。で、まあグラウンドがまたイタリアでもクロアチアでも経験してたことなんですけど、もうそれはもう本当に遠い自分が20代30代の時のことなんで、やはり僕も日本の練習場、日本の芝生に慣れてたんで、こちらのその練習場のそのまあヨーロッパ独特のぬかるみって言ったらいいんですかね、粘土状だったりとか、そのグラウンドにその自分はそれをその当時若い時苦にしてなかったんですけど、どちらかというとその柔らかさがすごい好きだったんですけど、今でも好きなんですけど、やっぱ体の方がやっぱそれについていけてないというか、ちょっとした筋肉系のその疲労感だったり炎症だったり、そういう肉離れとかそういうことではなくて、こう細かい小さな問題がたびたび起こっているというかね、それによってやっぱコンディションが上げきれないでいるっていうのがまあ現状ですね。まあ、その辺はすごく、まあグラウンドだけのせいなのかっていうのは本当にこればっかりははっきりとは分からないんですけど、まあそういう問題も一つとって今起こってますし、でもそんな中でまあいろんなまあ日本とはまた違うトレーニングの流れだったり考え方だったり、選手が持ってるフィロソフィーだったりね、そういうものが全く違いますし、まあとても新鮮に今感じてますし、毎日が本当に面白いですね、はい、当然まあ、ポルトガルというとね、日本で知られているビッグクラブってやっぱポルトだったりとかベンフィカだったりとかね、そういうところは馴染みがあって、まあ、スポルティングもそうなんですけど、チャンピオンズリーグなんかでね、見てよく知ってると思いますし、当然ポルトガルなんかも、皆さん詳しいと思うんですけど、まあ、個人個人の技術がすごく高いっていうのは当然分かっていることだと思うんですけど、まあ、僕今ここはね、オリベエンセは2部なんですけど、まあ、当然一人一人うまいんですけど、まあ、荒削りなところもあるんですけど、やっぱりそのゴールへ向かう意欲がやっぱすごいなというふうに、思いますね。すごくそのつなごうと思えばつなげると思うんですけど、そこをもうあえてこうなんてシンプルにゴールに向かっていく、ゴールにやっぱ向かっていかないと、やっぱその監督とかだけでなく、やっぱサポーターもやっぱ怒るんですね、すごく、うん、やっぱ後ろでまあのんびりつないでるわけではないと思うんですけど、前にもちろん行けない時もあるんで、でもみんなそういうの前に行け前に行け前に行けってことをこう観客がすごいやっぱ叫んでますし、まあ、そういうものに応えてるというよりも、やっぱ監督もとにかく攻撃的に、怖がらずにどんどん前に前に前に行けっていう、失敗を恐れずに行けっていう、ゴールに向かって行けっていう、その意欲はやっぱりそのうちのチームだけじゃなくて相手チーム見ててもゴールへ向かうスピードっていうのがすごいですね、やはり、はい、貪欲にやっぱりどんどん攻撃的に行きますね。でポルトガルはやっぱりまあ攻撃に関してすごく意識を持ってやってるんじゃないかなっていうふうにこの1ヶ月で感じてますけど、はい、本当によくみんな話しかけてくれますし、僕もまあ当然中に意識的に入ってるようにしてますし、ここのチームもブラジル人がスタッフ入れると8人ぐらいいるんですよ、うん、で選手が7人のフィジカルコーチもブラジル人なんで、
まあ、ブラジルの選手とは本当にコミュニケーションが取りやすいですし、いろんな、食事も当然みんなで行ったりもしましたしね。そんな中でやっぱ昔話だったりとか、例えば、まあ、ドゥンガを知ってるかって言われたんですけど、ドゥンガもちろん一緒のチームメイトで一緒の部屋だったようなっていうと驚かれますけどね。やっぱそのドゥンガと一緒にやってた人が今こうやって自分たちとやってるみたいなことで多分驚いてると思うんですけど、まあポルトガルの選手なんかもそのセリエA の時代のその AC ミランとの試合の話なんかもして、その時の AC ミランのスタメンの誰だったみたいな話になると、やっぱみんなが その名前出てくる名前を聞いてびっくりするっていう感じのこうリアクションなんで、非常に話してても面白いですし、みんな本当にこう、よくしてくれるというか、本当にちゃんと受け入れてくれてるなっていう感じはしますね。はい、だ積極的に僕もポルトガル語でね話すようにしてますし、自分がね本当にまあ、ブラジルに行った15歳の時に、まあ、50代60代っていう年齢っていうのはやっぱもう当然おじいさんだと思ってましたし、で自分が今この年になっておじいさんだとやっぱどうしても思えない部分もありまして、でもこの前僕エレベーターでサッカーボール持ってたんですね。その時に多分ポルトガルの親子で子供お父さんと2歳か3歳ぐらいの子供が男の子が乗ってきたんですね。そしたらボール僕持ってたら、お父さんが子供におじいちゃんからボールをパスしてもらいなさいって言ったんですよポルトガル語で。あ、やっぱおじいさんに見えるのかなって思ってちょっとまあショックと、なんとなく年齢を自分が実感したというかそういう出来事がありました。はい、だからもうおじいさんなんだなと思います。はい、もう70ぐらいかなっていうふうに思いますね。はい、ポルトガルのポルトガル語は本当にブラジルのポルトガル語と違ってやっぱちょっと分かんない部分もすごく多いです。早く喋られると、特に監督がマデイラ島っていう島の出身なんで、そこの島の訛りすごいらしくて、こっちの人でも分かんないようなことがあるらしくて、監督のミーティングはブラジルの選手に聞き直したりしないとちょっと分からない時がありますね。はい、でも直接話すとやっぱりちょっとゆっくり話してくれるんで分かりますけど、はい、まあ、そういうちょっとポルトガルでのポルトガル語っていうのがやっぱ僕にとってすごく新鮮で、勉強しなきゃいけないなっていうところもちょっとありますね。はい、でも なんとなくちょっと分かるようにもなってきてますし、まあ、朝なんか食事の時に朝食取る時にニュースをできるだけ見て、電子辞書で引きながら、調べて、書いてみたりとかね、そういうこともしてますけど、なかなかやっぱ耳がまだ慣れないんで分からない部分もまだまだありますね。はい、でもまあコミュニケーションの部分では生活の部分では全く 困ることはないですね。はい、いや来てよかったなと思います。はい、またこういうまあ日本とはね、まあ、当然違います、全然違う生活の中の文化も違ったり考え方も違ったりです。当然サッカーの部分ではもっと違ったりしてますんでね、違いを感じてますんで、でもそういうところでまた自分が当然自分がね今の力の中でここで試合に出るってことは本当大変なことだと思いますけど、そんな中でも本当にチームが僕のことを本当に受け入れてくれて、みんな本当に親切にしてくれてますんでね、そんな中でなんとか自分もプレーで応えたいなと思ってますし、チームのね残留また勝利に自分のプレーで貢献したいなと思ってますんで、そのための協力というものは本当に監督も含めコーチも含め選手も含め、ドクターも含めみんなよく本当に僕に対してその協力を惜しまずやってくれてるんで、とにかく自分がコンディションを早くしっかり試合に出れるようなコンディションを作って、頑張りたいなっていう気持ちで
まあ、1ヶ月経って本当に、毎日楽しいですし、ここに入れることを本当に幸せに思っています。チームはまず、まあ、8位ということで、まあ、安全圏にはいるんですけど、まあ、チームがまず今シーズンは残留を、去年3部から上がって残留というものを目標にやってますんで、まずその、残留というものをまず、成し遂げたいなというかね、それはまあチームとしてみんなと協力して、そこの、残留というものをまず本当にしっかり、果たしたいなと思ってますし、まあ、個人としてはやはり、非常に厳しい、戦いですけど、ベンチ入りして1分でも少しでも、長くピッチに立てるように頑張りたいですし、その中でやはり自分が、勝利に貢献できるような、内容プレーをして、やはりチームをなんとか勝つ方向に、自分自身の力をでこう勝つ勝利を一つでも持てたらいいなっていう、そういうことをまあ目標に、今シーズン6月までやりたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。待ってます。こっちで、こちらでも待ってます。いいニュース届けられるように頑張ります。